DSPDS ヘイスペースだって京都ね、ゴールデンウィーク中ねずっと天気いいんでね50キロ走っていきたいと思います。でこっからディズニーをね往復していくとだいたい50キロなんですよ。で僕ね今までね多分走ったの10キロもないと思うんですよね。僕駅伝部だったんですが、大抵あの中学校での駅伝部って3キロぐらいしか走んないんですよ。だフルマラソンとかね走れって言われても多分無理だと思うんですよね。まあ100キロも行きたかったんですけどね、まあ50キロ行けないようじゃ100キロも行けないんで、まずはね50キロ走ってどんなもんか頑張っていきたいと思います。で今ね筋肉増量中なんでね、本当はねあんま走りたくないですけどね、僕走るのが好きなんですよ。昔からこう嫌なことがあったらね走ってるっていう感じで好きなんで、今日はね本当天気いいんで気分転換にね走っていきたいと思います。でこれね買いました。ちょっとね形から僕入るタイプなんでこういうの欲しくなっちゃうんですよね。これ走りながら飲めるってやつ、かっこよくないですか。 1.5リットル でこれカーボンと BCAA が入ってますね。やっぱ熱中症とかも怖いんで常にね補給していかないとダメだと思いますね。で日焼け止めをめっちゃ塗りました。僕がね日焼けすると皮膚がになっちゃうんで、真っ黒になりたいんですけど、で撮影しながら行ったりするんでこれでね行きます。全部撮れってやれても多分無理だと思うんでご了承くださいませ。50キロ走ったらどんぐらい体重変わるかねちょっと測っていきたいと思います。で僕やっぱね代謝がすごいんで結構落ちる自信あると思うんですよ。でこれマラソン用のねパン使いました。では測ります。ほっ、はい、74.7 ですね。ちょっと痩せちゃいましたね。1週間ぐらい腹壊してたんで全然飯食えてなかったんですよ。だからちょっとね落ちちゃったんですけど、ちょっと体取ってみましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと脂肪がね結構乗ってます。こうすると結構脂肪がやばいですね。20がこよしよし、取ってみたい。力入れるとねうっすらね腹筋が見えるんですけど、まあ、こんな感じです。はい、まあ、これ50キロ走ったらどうなるかね。まあマッスル北村もね大会前に100キロね山登って下って減量したっていうぐらいなんで、ではね今から行きたいと思います。でスタートラインからねスタートしていってくれてます。いきます。ふっ、ここをねずっと辿っていけば、着きます。この川をずっと行けばディズニーに着きます。で今10時ですね。突き当たりになっちゃいました。でここからね登ってまたあっち行きます。クソ暑いっす。でもね、一回走ると止まんないで、まあ、走れますね。めっちゃとろいんですけど片手持ってやるの大変。はい、2キロ地点でもねだいぶ疲れちゃいました。ここら辺です。あの歩いてでもねディズニー行って帰ってきます。安心してください。ところどころ走るんでめっちゃいい天気。スカイツリーがまだ見えますね。ついにねスカイツリーが後ろになりましたね。はい、僕より後ろになってます。であと20キロぐらいですかね。思った以上に走れないってことは分かりました。あと野球やってる少年がめっちゃ多いです。はい、スカイツリーがもっと遠くなりましたね。ここら辺ね誰もいないっすよ。ガチ勢が結構多いっすけど、はい、なんか少年野球がねいなくなりました。めっちゃ人がね少なくなりましたね。もう疲れた、死にそう。はい、今ね多分千葉にいると思います。で観覧車が見えます。もうなんか走ると足がつって逆に止まるともっと足がつるんですよ。なんとねここ行き止まりでした。この先ね行けないんでちょっと戻って行かないといけないっす。死ぬ。
舞浜大橋に着きました。こちらです。いやもうね、10時半から出発して今3時15分です。めっちゃ時間かかっちゃいましたね。アラジンのねキャストルがね見えます。この橋を乗り越えればもう着きます。帰りもあるんで、やばいっす。コテッちゃんいないかな。コテッちゃん、安全のため歩きながらの喫煙はご遠慮ください。 Ladies and gentlemen, please enter the park in orderly fashion. For everyone's safety, we ask that you refrain from smoking or walking in the park. あの着いたんで今から家に戻りたいと思います。でも足の裏がね豆がやばくて、もうちょっと帰るのも歩きになるっぽいんで、今ね3時40分なんで8時ぐらいにはね着くように頑張ります。橋がね地味に長いんですよね。 2キロぐらいあるんで橋が。頑張ります。海底湖岸で今ね夕日が見えます。まあ6時なんですけど、あと10キロぐらいですね。はい、し頑張ります。もう死にそうなんですけど、あと10キロなら頑張ります。今ねスカイツリーがここら辺に来ております。もうあとちょっとで着きます。もう二度とやりたくないっす。はい、もう足の裏がやばい。ふとした瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき覚えているでしょう。パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたでいてね。負けないでもう少し最後まで。はい、着きました。もう今ね9時ちょうどです。でどこ見せないんだ、ここ足立区マーク。あそこ登るとあれ朝のところです。ちょっともう暗いんでこっちで、とりあえず家に戻ります。はい、帰ってきました。もう今足がめちゃくちゃ痛い。今からね体重乗っていきたいと思います。ちょっと下げよう。測ります。いきます。73.7、約1キロ落ちました。あー、日焼け止め塗ったんすよ、ちゃんと。もう頭も痛いんすよ。ほとんど歩いちゃったんですけど乾燥しました。足の裏が豆でめっちゃ痛い。このせいって言っていいほどね、これで歩けなくなった。もう数年ぶりにね走りました。もう二度とやりたくない。これじゃあお風呂前でやりますかね。ブンチキ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 
感想はシーアナシー PDS 株式会社チャンネル登録よろしく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 よ。